どうもー、陽次郎でーす。はい、今日、ツイート来ましたね。なんと、3月14日日曜日にまたまたちょこっとトーク会ホワイトデーの恩返しが開催されるということでね、はい、バレンタインに引き続き、3月14日も、こちらで無料ですね、ちょっとちょこっとだけ、メンバーの皆様と、トークができるということでね、こちらがですね今日の、18時から、14日の10時15分までの受付ということでね、はい、また来ましたね、ちょこっとトーク会。うん、いや、こちらまたね、まあ楽しみっちゃ楽しみなんですけども、今回はね、こちら写真に載っている、8名様ということでね皆様今回はどなたに行きますかというのにね、やっぱ丁寧語間違ってしますけども、どうですか。前回はねレイニア行って久々に会えて本当に嬉しくてね、その後当日券も買ったんですけども、まあね、今回も、レイニアかなと思ったんですけども、今回はレイニアじゃなくてアマチュアリーに行こうと思います。はい、今回はサリーに行こうと思います。はい。でですね、前回のね、なんか統計というかね、なんか流れを見てると、やっぱりね、レイナ、大人気でしたね。前回もこのような時間帯だったんですけども、まあ、今日の、20時にはもう完売みたいな、それぐらいのね、レイナの勢いだったので、まあ、レイナ行かれる方はね、もう18時になった瞬間に、フォーチュンミュージックで、ご購入ね、することを大変お勧めいたします。はい。その後が確か、萌えちゃんとかでしたかね。あと、その後、なごちゃんだっけな。なごちゃんみたいな感じだったかな。うん。でも、そうだね。そうですね。うん。まあ、そうですね。まあ、今回もね、無料なんでね、迷う必要がない。迷うといえばね、どのメンバー行こうかな、みたいな感じなんでね。はい。まあ、この間、28日のライブを見て、なんか、メンバーとね、お話ししてみたいなという方が、ね、増えたらいいなと思いますし、うん。まあね、本当にね、本当に楽しいですよ。本当に楽しいです。でもね、やっぱりね、で、トーク会、まあ、こうやってね、オンラインがね、主流ですけども、やっぱりね、直接会ってお話ししたいなという気持ちは変わらないですね。はい。はい、本当にね、今週末というかね、まあ、先にやって、何話そうかね。なんか、たわいもない話をそうですね。アマチュアリーとは。そうだね、なんだろうか。たわいもない話だろうな。こんな感じです。はい。